ペペロンチーノ風の卵そうめんなんですよ、これね。これがね、最高に美味しい。はい、どうも、よりのりさんりゅうです。はい、ということでですね、今回はですね、なんとこの動画でございます。今回のコラボはですね、こちらでございます。山佐さんのですね、これうま酢。スーパーとかで見たことある方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、万能酢ですね、これね。どれぐらい万能かっていうと、これにお湯入れるだけでめちゃめちゃうまいです。それぐらいめちゃめちゃうまい。僕ね、よくやるのは卵溶いて、そこにお湯ガーッと入れるんですよね。で、これで味付けするだけ。かきたまスープになってめちゃめちゃうまいの。これ1本で味が決まっちゃうってやつなんですけども、今回はこれを使ってそうめんですね、ペペ玉そうめんっていうのをやろうと思います。非常にこのこれうまつゆのね、出汁が効いて美味しい新感覚そうめんになりますので、これを今から作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介です。ペペ玉そうめんなの、そうめん2束だから 100g です。 100g って覚えてください。卵1個です。ニンニクが1かけ、鷹の爪、まあこれちょっと多いんですけども、大体まあ1本分ぐらいで、オリーブオイル大さじ1で、一番大切なのが、これうま酢ですね。はい、とので味になるものがこの材料にないと思うんですけども、今回もこれ1本で完全に味をつけていきます。これでやっていきます。ということでですね、今回ですね、これうまつゆとの、コラボレーションなんですけども、このつゆですね、入れるだけで、めちゃめちゃうまくなるっていうですね、超万能つゆなんですけども、これうまつゆに対抗してですね、僕も入れるだけで本当にうまいドリンクを考えてきたので、これから飲んでいきたいと思います。飲んでいきたいと思います。このハイボールにめちゃめちゃ合うペペ玉そうめんを作っていきたいと思います。ね、ニンニクは、切ります。これでね、トントンってやって潰してるんですけども、あ、怖いって方いらっしゃるんで、怖いと思った方はグラスかなんかでこうやって潰してくださいね。ニンニクの芯は、取り除きます。薄くスライスですね、これね。なんとね、包丁使うのここだけ、めちゃめちゃ簡単です。生のままのニンニクをね、丼に入れちゃうと。まあこれうまつゆね、前も一回動画でやった時に、他に何が使えますかっていう方、結構いらっしゃったんですけども、感覚的には味全く違うんですけども、感覚的には僕はね、白だしと近いような感じで使ってます。仕上がってみると分かると思うんですけども、甘みがね強くて、だしの香りがすごいするんですよ。なので、白だしとは違うんですけども、感覚的にはこちら側の方向で使っていただくと、スープに使っていただいたりとか、親子丼とかに使ったりとか、そういったものに使っていただくと非常に、使いやすいと思います。お水大さじ1半、だしを作っていくような感じですね。鷹の爪、辛いのが好きな方は結構入れちゃって大丈夫です。ただ、あまり苦手な方は少しで結構ですんでね。この状態で電子レンジにかけます。ラップせずに600W 1分40秒、500W だと1分50秒ぐらいですかね、かけていきます。でですね、ここでもう皆さんに感じていただきたい、今加熱されたあれなんですけども、これね、めっちゃ香りがいいんですよ。この出汁の香りを嗅ぎながら飲んでいきます。これですよ、これ。そしてニンニクと唐辛子の香りもすごく立ってます。これそうめんを茹でていきます。じゃあ沸騰したお湯にですね、そうめんをたっぷりのお湯にそうめんを入れていきます。今回ですね、そうめんをあったかいまま食べるので、少し固めに茹でてください。表示の時間の10秒前ぐらいでもいいかな。固めに茹でてあげるのがコツでございます。食べてちょっとコシがあるなってなったら OK。 こうやって水気切ってくださいね。すぐね、ペペ玉そうめんなので卵を入れます。はい、ここにオリーブオイル入れていきます。はい、そうめんが熱いうちですよ、熱いうちにこれ全体混ぜます。こんな感じです。ペペロンチーノ風の卵そうめんなんですよ、これね。これがね、最高に美味しい。これにこれうまつゆが加わると非常にですね、深みが出てね、本当に美味しいです。ニンニクとか辛みが苦手な方は、茹でたそうめんにね、卵とこれうまつゆ入れるだけでめちゃめちゃうまいですから、それぐらいこのつゆは万能なんです。あればね、パセリを振ってください。そうするとほら、ほらかわいい、どうですかこれ。ということで、こちらでペペ玉そうめんの完成でございます。はい、それではですね、いただきたいと思います。いただきます。それじゃあいただきますよ、皆さん。いただきます。茹でたてのね、そうめんに絡むとね、卵がいい感じで半熟になるんですよ。
わ。やっぱりこれマジでうまいわ。これそうめん自体はね、あったかいんですけども、スルスルといける。マジうまいわこれ。だしの香りと甘みですね。これがですね、非常に卵とニンニクと唐辛子の風味、これに非常に合います。味変をしたいと思います。タバスコね。めちゃめちゃこれ合うと思うんですよ。ちょっとかけて。めっちゃ合うこれ。ペペ玉そうめん自体が結構まろやかなんですね。なのでタバスコの酸味が加わるとすっごく美味しくなります。ラー油ちょっと垂らしてみてもいいですか。これね、初めてやります僕。ラー油めちゃめちゃ合います。これラー油垂らすことによってこう中華風になるんで、おすすめですね。ラー油とタバスコだとやっぱこいつが美味しくなるっていう。何がいいって調味料ほとんど揃えなくてよくてですね、これ一本でできるんでね。今回は分かりやすいようにタレを温めて、その後にそうめんを湯がいたんですが、これ同時進行でやればですね、数分でできちゃうんですよ。これすっごく簡単、しかも洗い物がかなり少ないっていう利点もあるので、普段使いにもってこいだと思います。そうめんと一緒にね、ブロッコリーだとかキャベツだとか入れていただいてもすごく美味しくなると思いますんで、皆さんこちらのこれうまつゆでできるペペ玉そうめん、これ超自信作です。マジで美味しいので皆さんやってみてください。